皆さんおはようございます。チャロマスです。そしてムセコロです。いよいよ昨日チャロマスさん緊急事態宣言が発令されましたね。どうですか、チャロマスさん、気分はどうですか。そうですか。やっぱりね、舞台がなくなるのは悲しいって言ってます。明日からね、年明け初めての3連休、その後は、11月12日からまた、2月までは当面平日は、劇場も休館日となります。本当に厳しい、またこの冬にね、チャロマスさんなるね。でも今日は昨日とは全然違って富士山穏やかだね。ね、ああそうですか。こんな穏やかな日がまたね、日本にね訪れるのをチャロマスと楽しみに待ってます。そしてまた緊急事態宣言明けて、ぜひ皆さん、河口湖、そして熊本県の阿蘇猿回市議場、ぜひまたお待ちしておりますんで、よろしくお願いしたいと思います、チャロマスさん。はい、そして皆さん YouTube チャンネル登録もよろしくお願いします、チャロマスさん。はい、今日は機嫌がいいですか。ああそうですか、ね、富士山と同じで機嫌がいいね。